行かせるもんか。ユージよ、お前は長い間自分を責め続けていた。アリスを救えなかったことを悔やみ続けてきた。その悔恨の半分は本来俺が背負うべきものだったんだ。だから一緒に戦おう。俺たち二人の力でアリスを取り戻すんだ。許さない。ここは私の世界。招かれざる侵入者にそのような振る舞いは断じて許さない。膝をつけ、首を差し出せ。標準せよ。 Well, that ain't gonna happen. And all right, let's give this another try, because if you remember at the very beginning of the game, this was the tutorial segment, and I was trash. I was so bad at everything. Oh man. So let's see if I can make up for that and actually beat the girl. Alright, let's go. Okay, I have to remember these abilities. These are not what let's see. I remember them. What are you doing? No? You wanna go? Oh, I don't have release recollection. What do I have there? I thought I deflected the attack. Ow, ow, ow. I forgot I have to let go for that one. Come off it.
Damn it. Oh, at least she barely hurts me. Oh, fight's over. Okay. Just took a moment. Yomoya. Ken ga Nihon tomo ni kinzoku dewa nai to wa ne.仕方ないわ。予定より随分と早いけれど、一足先に行かせてもらうわね。いや、どこにも行かせない。ここで決着をつける。意外、まったく意外な結果だわ。ここに残るリソースをかき集めても追いつかない傷を負うなんてね。もう終わりだ。認めぬ。私はこの世界の支配者、最高司祭アドミニストレーター。この私に死などありえぬ。絶対に認めるわけには。
Alice. Cardinal. That's very different to how things ended up in the anime. So I'm very interested how things are going to go now. For example, Cardinal died during that battle. So I'm very interested what's going to happen now, because the original plan was to get rid of the point effects that we did, and then Cardinal was going to reset the world, well, erase it. But she couldn't in the anime because she died. And now she's here. So what's going to happen next? We really killed the administrator. And Yujiro's okay. Again, in the anime, he died. Like, he got split in half. He died. Just outright, he's dead. So, guess this is definitely more of a happy ending than the anime. よかった。です。そうだ。カーディナル。俺は俺がここに来た理由があって。落ち着くのじゃ、キリト。あれ。見てみ。お主らが守った世界じゃ。 俺たちが守った世界。キリト、もしかして泣いているのかい？泣いてなんかないよ。大体誰のせいだと思ってるんだ。俺、もしお前が死んだり、 剣になったまま戻れなかったらって。だから、二度と一人で行こうとなんてするな。大丈夫だよ、キリト。僕はここにいる。それに、君が僕と一緒に戦ってくれた。だからアドミニストレーターを倒すことができたんだ。当たり前だろ。 いつだって俺とお前は一緒に冒険してきたじゃないか。これまでもこれからも変わらない。うん、そうだね。こうしていると毎晩一人で見上げた夜空の星を思い出すよ。ここから見る夜空も変わらないんだね。ええ、 とても美しい光景です。世界は僕が思っている以上に小さくて、たとえ離れていてもこの夜空でつながっているんだ。ああ、どんな時でも見上げれば夜空はそこにあって、僕を優しく見守り包んでくれた。 なんだかキリトの剣の輝きにもよく似てる気がするな。そうだ、キリトの黒い剣、夜空の剣って名前がいいな。どうだい？キリトとその剣ならできると思うんだ。この小さな世界を夜空のように優しく包むことが。 夜空の剣。ああ、いい名前だ。ありがとう、ユージオ。はあ、どうやらユージオには命名の才能があるようですね。キリトと違って。<笑>
Wow, sick burn, Alice. おい、なんで最初から俺に命名の才能がないって決めつけてかかってくるんだよ。ねえ、君たちはずっとこの夜空みたいに僕のそばにいてくれたんだね。たとえ記憶を思い出せなくても、うん、僕の魂には確かにアリスとキリト二人の思い出が刻まれていた。僕は一人きりなんかじゃなかったんだ。ああ、思い出が消え去ることはないんだ。アリスの記憶と一つになった時にも感じた。アリスもずっと僕を見守ってくれていたってね。ええ、彼女、いえ、もう一人の私はきっとあなたたちを待っていたのです。アリス、不思議ですね。記憶はないはずなのにこうしているとどこか懐かしい気がします。ああ、俺もだよ。あの星、なんだろう。名前が思い出せないな。一番強く光ってるんだけど。え、どれだよ。あれではないですか。あれとかあの星じゃわかんないって。俺たちはアドミニストレーターを倒し世界を守った。ただ最終負荷実験を控えている以上、これから先に何が待ち受けているかわからない。それでも人によって作られたこの世界は確実に変わっていくだろう。人々の魂が悩み迷いながらも輝くことのできる世界へと。キリト、いつまでほうけておるつもりじゃ。おぬしにはまだやるべきことがあるじゃろ。やるべきこと。こっちじゃ、ついてこい。How's that? コンソール。ああ、ターミナル。一体これは？これは外の世界とつながるための道具だ。外の世界。アドミニストレーターは君のことを向こう側の人間だと言っていた。教えてくれキリト、君は一体何者なんだ。俺はアドミニストレーターの言う通り、この世界の人間じゃない。Where do we begin with this explanation? リアルワールドという場所からやってきたんだ。それじゃあ記憶がないってのは。ごめん、嘘だ。でもどうして自分がこの世界に連れてこられたのか、それについては俺もわからないんだ。だからリアルワールドとつながるこの道具、システムコンソールを目指してここまでやってきた。ユージは今まで黙っていてごめん。いいよ、許す。ユージは君がどこから来たかなんて僕には関係ないんだ。キリトがいなければ僕はルーリットの村を出ることもなく、アリスを助けるためにここまで来ることもできなかった。ありがとうキリト。こちらこそありがとうユージオ。お前がいなかったら俺もここまで来られなかった。話は済んだかな。問題はまだまだ残っている。
たるべき暗黒界との戦争、そして聖号騎士たちの奪われた記憶。ええ、そうですね。じゃがまずはキリト、お主の問題が先じゃ。わしゃ。エクスターナルオブザーバーコール。ああ、キクオカさん、聞こえるか。キリト君、キリト君なのか。久しぶりだな、キクオカさん。なんてことだ、記憶がロックされていないのか。俺はこの瞬間を待っていた。あんたとは話さなければいけないことがたくさんある。キクオカさん、あんたのしたことは。キリト君、これは。This isn't good. Kirito! Cardinal 様、一体何が？わからん。肉体への傷はおるか、天命の現象も一切ないようじゃ。Kirito 君、返事をしてくれ。お主、Kirito に何をしたのじゃ？君は？わしは Kirito の友人じゃ。お主がキリトに何かしたのではないのか。いや、こちらからは何も。そうか、キリトはお主と話している最中いきなり倒れたのじゃ。なんだって、キリト君は無事なのか。生きてはおるが呼びかけに答えん。至急原因をこちらで調べてみる。あなたがキリト君の友人だというのなら、キリト君の体を安全な場所で保護してほしい。無論じゃ。それでは一度切らせてもらう。話は聞いておったな。ひとまずキリトの体を安全な場所に移す。He それからどうする。 Failed to mention something now. キリトが倒れる直前、何らかの神聖術が行使されたのを感じた。もしかしたらアドミニストレーターがシステムコンソールに罠を仕掛けていたのかもしれん。まずはキリトに何が起きたのかを調べるところからじゃ。ユージよ、手を貸してくれんか。はい、私も付き添います。いや、アリスには他にしてもらうことがある。何でしょうか。氷協会の混乱した状況をこのままにしておくわけにはいかん。チュデルキンとアドミニストレーターの死、そして奴が進めていた計画、それらを聖号騎士に伝えた上で組織を再建する必要がある。わしが最高司祭という立場を使って事実を伝えることも可能じゃが、それでは半ば無理やりに理解させるようなものじゃ。仲間である聖号騎士の口から事実を伝え、個人に判断を任せるべきだとわしは考えておる。無論全てを伝えることだけが正しいというわけではない。時には伝えないことで相手を救う場合もある。誰に何を伝え、誰に何を隠すのかはアリス、お主に任せる。わかりました。まずはおじさま、ベルクーリ閣下のところへ行こうと思います。騎士長か。はい、あの方ならきっと正しい判断をしてくれるはずです。分かった、頼んだぞアリス。This is all very different because while おじさまを目覚めさせ、 in the anime Kirito was struck down, it was nothing to do with the administrator, it was problems with the outside world that caused it. AndKikuoka mentioned something that Alice heard in the anime about taking Alice to the, I think it was the World Altar, south from the East Gate. And that's what pushes the story, kind of. But that helps push the story into the War of the Underworld arc, which is currently ongoing.But he didn't mention that
in this game. So they know nothing about the world's altar and all of that. So I'm curious where this is going to go. Because two characters are alive when they shouldn't be. And events played out differently. So... it's getting interesting now. ですが非常事態でして構わねえよ行ってみろそれが空から人が Huh? Someone fell from the sky? 空かな我々を愚弄するのも大概に本当なのです上空からセントラルカセドラルの1階へ何者かが突如舞い降りてきたのです OK そいつは何でキリトという名前を駆使しそのものを探しに来たと Oh OK キリトおじさまああ何せよ油断するなよ Who is it? わかりましたそれでは行ってまいります Is it someone we know? This is getting interesting again Hello? Is that who I think it is? Yeah, it is. Asuna! Kirito is looking for Kirito. Why is she here? So, what are you doing? This is Central Cassedoral. You can't enter the permission. I'm not going to be able to enter. My name is Asuna. I'm not your enemy. That's what I'm going to decide.あなたは空から舞い降りたと一体どこから来たのですかああ驚かせてごめんなさい本当は直接キリト君のところに行きたかったんだけどあなたがキリト君の居場所を知っているのならお願い彼に会わせてキリトは今他人に会えるような状態ではありませんそれは知っているわあと私はキリト君にとっても他人じゃありません少なくともあなたよりは親しい間柄よそれを信じろとええ信じてもらうしかないわそれでもダメなら力ずくですかキリトに会うには複数の聖豪騎士を倒しこのセントラルカセドラルの塔に Oh, she will Trust me, she would あなた一人でそれを試みるのは無謀だと思いますが Don't test her たとえ無謀だとしてもやるわキリト君を救うためなら私は何だってするそのためにこの世界へ来たんだからこの世界へまさかあなた、キリトと同じリアルワールドから来た人ですか？リアルワールド？あなた、なぜそのことについて知っているの？倒れる直前、キリトに聞きました。それなら話が早いわ。私を今すぐキリト君のところへ連れて行って。彼が陥っている状況が分かったの。うまくいけば彼を回復させられるわ。わかりました。キリトの元へ案内しますありがとうところであなたの名前は私はアリスアリスシンセシスサーティアリスあなたがどうかしましたかいえ何でもないわ急ぎましょう
ここです。アリス、キリトの様子は？ダメだ、倒れた時と変わらないよ。そちらは？彼女はキリトと同じリアルワールドから来たそうです。彼を回復させることができるかもしれないと。キリト君、ようやく会えた。大丈夫、私が必ず助けるから、もう少しだけ待ってて。はじめまして、アスナと言います。わしはカーディナルじゃ。ユージオです。アスナとやら、キリトの状態について詳しく聞かせてくれ。わしの方でもいろいろと調べてみたんじゃが、回復の手立ては見つけられんかった。キリト君が倒れた理由はフラクトライト。Oh, okay. So that still happened the way it happened in the anime. And, okay, good. External force, yeah. それによって魂の中心にあるセルフイメージと呼ばれるものが喪失してしまった。セルフイメージ？セルフイメージとは一体何ですか？それは意思決定を行う場所で、主体や自我とも言い換えることができます。主体や自我？ええ、少し難しいけれど、自分がどんな人間であるかという自己認識のことも指すわ。そこが喪失してしまったことで、キリト君を自閉状態に陥ってしまったそうなんです。なるほど、主体、自我、自分がどういう人間であるか、聖望騎士である私の人格が作られたものであった以上、私という人間は一体何なのだろう。私の自我とは、つまりわしらからの接触や呼びかけに対して自らの意思で反応することができない、ということかの？そのようです。アドミニストレーターは魂に対する様々な実験をしていた。中には人格を喪失してしまう被験者もいたからな。その実験結果を利用し罠を作ったのかもしれん。しかし、そのような状態のキリトをどうやって回復させるのですか？ Honestly, I have no idea. 私たちはキリト君が倒れてから彼の状態をリアルワールドから調べ続けていたの。 Okay, so the people in the real world can do something apparently. その中で何度かキリト君の魂が活性化する瞬間を確認できたわ。私たちはどんな時に魂が活性化するのかを調べて、そしてアリスさんとユージオ君2人が理由だと分かったの。僕たちが一体どういうことですか？二人がキリト君に触れた瞬間、彼の喪失したセルフイメージが回復したの。なぜそのような現象が起こったのじゃ？接触によってアリスさんとユージオ君の魂がキリト君と一時的につながったようです。それが起きた理由は、おそらく二人がキリト君に関する記憶を持っているからだと推測しました。キリトの記憶ですか？ええ、二人の持つキリト君のイメージ、つまりキリト君はこういう人間だという記憶やイメージが、キリト君の失ったセルフイメージを補完して彼の魂が活性化したみたい。他者の中にあるキリトの情報がキリト自身を再び形成しようと。それじゃキリトに触れ続ければ。それは難しいみたいなの。セルフイメージを回復させるにはキリト君に関する記憶がもっとたくさん必要なの。アリスとユージオが知るキリトがキリトの全てではないということじゃな。 Yeah, I mean, what about everyone else? Asuna included.
完全に回復させるにはより多くのキリト君と親しい彼をよく知る人物が必要です。If they're talking about people from this world, there's his old instructor, his page, and Selka? しかし、キリトはこの世界の住人ではありません。関わった人物もかなり限られるはずです。And that's only for the past 2 years. What about the rest of his life? だから、外から呼ぶことにしたの。Hey, bringing in reinforcements? Hell yeah. リアルワールドから。彼の友人たちがこの世界へやってくるわ。彼女たちにキリトくんをくれることで彼はきっと目覚める。 Yeah, that's gonna help his case. 彼女たち。よかった。 I like Alice's response, like, how many girls exactly? リアルワールドからの来訪者たちをこの場所へ導く必要があるようじゃな。To be honest, it's kind of the same reaction that his page, I cannot, her name slips my mind right now, how her reaction was in the latest episode of Sword Art Online Season 3. I don't want to give away spoilers much, but it was funny.それでは参りましょう。僕も行くよ。わしはここでキリトを見守る。頼んだぞ。あ、見て。ん？来た。Hey, who is it? あの者たちが。We got Lisbeth, Selica, okay. Asuna-san! Matasete gomen ne, Asuna! Shirika-chan, Liz! Yokatta! Kite kureta nda ne! Attarimae desho! Kikuoka-san kara reinnaku o itadaite, isoide kimashita! Leafa to Shinon wa mada mitai ne. Leafa and Shinon are gonna be coming. Kitari wa Ocean Turtle kara login させるって Kikuoka-san ga itte ita kara, skoshi kure ると思う。同時にログインをさせるために六本木支部じゃなくてオーシャンタートルに向かわせたってことですね。 They went all the way to the Ocean Turtle? Wow. 六本木申請語かな。あ、ごめんなさい。アスナ、もしかしてこの人たちが。アスナさん、この声。遅くなりました。ああ、だれよ。Birthday boy. Kirito is now in a safe place. Is it Kirito's birthday? That's kind of random. Everyone, listen. The two are Kirito's Underworld friends, and they need Kirito's recovery. Yuzo, this is Alice Synthesis 30.キリトのところへ案内します。ついてきてください。お兄ちゃん大丈夫よ。リーファ、すぐに目を覚ますわ。違うんです、シノンさん。危険な状態のお兄ちゃんを見るなんて、私すっごく怖かったんですけど、いざこうしてみるとなんだか不安が薄れてきちゃったというか。まあ気持ちはわかるわ。意識がないというより普段通りのキリトよね。まあ確かにいつもよく寝てるけど。
しましたか？いや、外の世界のキリトもこの世界で僕が出会ったキリトも変わらないんだと思ってさ。こっちでもキリトは寝てばっかりだったよ。そういえばカセドラルの外壁にある狭い足場でさえキリトは眠りそうになっていました。キリト君はどんな場所でもキリト君なんだね。まったく危機感がないの、お主ら。アスナ、キリトを回復させるにはどうすればいいのじゃ？全員でキリト君に触れます。それだけ？そして強く念じる。そうすれば私たちの記憶が流れ込んでキリト君は目覚めるはず。では早速始めるんじゃ。あれ、全員手を伸ばせ。カーディナルさんも手を出してください。わしは役に立てるとは思えん。キリトと過ごしたのはわずかの間だけじゃからな。 Not even。 共に過ごした時間なら私だって長くはありません。そうですよ、カーディナルさん。あなたはキリトと僕をここまで導いてくれた。僕たちにとっての恩人です。 That's true。 つまりカーディナルさんはキリトにとって大切な人だ。だからあなたの記憶もキリトにとって必要なはずです。仕方あるまい。さあキリト、いつまで寝ているつもりじゃ。どうしてなんだキリト、なんで目を覚ましてくれないんだ。人数が足りないというところかな。アスナ、キリトと親しい人間をもっと呼んでは来られないのですか？それは難しいと思う。What about Klein? Egil? You know, somebody others. STL. この世界に入るための道具の数には限りがあるの。六本木にある2台は私とリズさんが使っています。オーシャンタートルには4台あるけど、お兄ちゃんとアスナさん、私とシノンさんで全部使っちゃってるし。どうするのアスナ。キリト君の回復が終わったタイミングで比嘉さんが私に連絡してくるって話だったから。連絡ってどうやって？ STL を介して直接通信できるそうよ。Oh. Why haven't they done that before? 何せよ、待つしかないのね。何もしてあげられないってのはもどかしいわね。セントラルカセドラル内が随分と騒がしいようじゃな。コモーション、ハウ？アドミニストレーターの死が修道士たちに伝わったのかもしれん。それはありえません。最高司祭様の死は聖号騎士以外には伏せるとおじ様はおっしゃっていました。おそらく暗黒界との戦いに備えたこの絵軍の再編、再訓練のため聖号騎士や近衛兵たちが動き始めたのかもしれません。 That makes sense。 みんな聞いて、比嘉さんからの通信が来たから伝えるね。やっぱりキリト君の回復には人数が足りないって。そして必要なのはアンダーワールドでキリト君と関わった人らしいわ。なぜアンダーワールド人が必要なのです？ Because they're recent memories. Probably. ア
人が必要な理由は？はい、確かに。わかりました。キリト君の人格はアンダーワールドの経験によって以前よりも変化、成長しているそうなの。だからアンダーワールドのキリト君をよく知る人物の記憶が必要みたい。I can think of four people. Five people, actually. I forgot about Medina. Yeah, potentially. Don't forget two others. Higa-san が何かを見つけたと。はい。誰かがキリト君の魂につながろうとしている。ん？直接触れているわけではないから、あくまでも接続を求めているだけらしいけど。正体がわからないから、Higa-san は接続させていいものか迷っているみたい。一体何者でしょうか。場所はこの建物の一番上。The apex of this building. 一番上？最上階？でもあそこにはもう誰も。細かい座標はもっと上。Above the top floor, so on top of the building. 最上階の上というのは。On the roof. 上という。最上階の天井付近。天井。アスナさん、その人、キリトの魂につないでもらって。I'm sorry, let them link. Why? 信頼できる相手なの。その人の名前は、アリス・ツーベルク。Oh. The crystal at the top.Of course. 私ではありません。私から奪われた記憶です。そして、僕とキリトの幼なじみだ。彼女以上にキリトを知っている人間はこの世界にいないよ。わかったわ。ヒガさん、その人、アリス・ツーベルクさんをキリト君と接続してください。This I wasn't expecting. Kirito という人間は何をすべきなの？わからない。Kirito という人間が。Is this the inside of Kirito's mind? なら、私が教えてあげる。私の知っているキリトはこんなところでおとなしくしている人じゃないわ。君はアリス。久しぶりね、キリト。なぜ君がここに。あんたがいつまでもうじうじしているから抜かれてきたのよ。みんなの声に応える気はないの？どうすればいいかわからないんだ。みんなキリトのことを待っているわ。本当にそうなのかな。
俺がいなかったら、アリス、君は連れ去られることもなかった。ユージに辛い思いをさせることも、もう一人のアリスに苦悩を負わせることも、みんなが求めるキリトは本当に正しい存在なんだろうか。確かにそうかもしれないわね。でも、Calling him out. だから私は楽しい日々を送れた。ユージは強くなれたし、もう一人の私は真実にたどり着いた。あなたのおかげで救われたものもある。正しさなんてどうでもいいの。間違っていても構わない。みんなはただキリトにもう一度会いたいだけ。あなたはどうなの？俺はすべきことじゃなくてしたいことを考えて。そうすればもう一度キリトを取り戻せるはずよ。俺はユージやアリス、アスナに、みんなに会いたい。そして君にももう一度会いたい。ユージと、もう一人のアリスと一緒。それは難しいかもしれないけど、でもキリトに言われると叶うんじゃないかって気がしてくるわ。絶対に叶えてみせる。ようやくキリトらしくなってきたわね。アリス、必ず君を迎えに行く。だから。うん、待ってるね。じゃあね、キリト。行ってらっしゃい。ああ、行ってくれ。Problem of saving that Alice is what happens to Alice 30, the knight. Would she have to disappear to restore the original Alice? Or is there a way to have both? I highly doubt it. Yahori, 大丈夫ですよ、カーディナルさん。キリトはすぐに。違う。セントラルカセドラルの様子じゃ。お、oh? 先ほどおっしゃっていた、カセドラルの中が騒がしいという話ですか。そうじゃ。一体、これは。なんだ、あれは。That doesn't sound like no training. Tree roots. Cardinal 様、何が起きてるかわからん以上、ひとまずセントラルカセドラルから脱出するのじゃ。アスナ、キリトはまだか。接続はされました。もうすぐ目覚めるはずです。アスナさん、ここは危険だ。キリトを運ぼう。今から大図書室の扉を開く。扉が開いたら一気に走るんじゃ。一体いつまで待たせるんだい、キリト。いい加減目覚めなさい、キリト君。お願い、戻ってきて。Is the tower collapsing now? What is creating these tree roots? It's not Kirito's control, is it? Like his weapon?There we go. Matasete, come here. Mina. Kirito! Kirito! Yokuza, what did you do? Kirito! Cardinal, it's a nun. Set me up, Otto. Ima, Hashire!
Alright, you don't have to tell me twice. なんとか逃げ切れたね。Is it safe here? I guess this place was cut off, so maybe? 外はどうなってるんだろう。Whoa, okay. What? I was not expecting that. What is going on? That ain't right. 一体あれは何なの？わからん。暗黒怪人の攻撃とは思えんし。まさか。It's not from the Dark Territory. It's not the administrator, is it? There's no way she could still be alive. We killed her.周囲に心配かけるのは今に始まったことじゃないわ。シロン。とはいえ、回復できて本当に良かった。みんながここに来てくれたんだな。Let's talk to Sinon.Damn it, fine, Asuna. Kirito-kun. Asuna. Watashi tachi ga iru koto, odorokanai nda ne. Nemutte ita toki mo, Asuna tachi no koe wa kikoete ita kara. Sokka. Sukoshi otona ppoku natta. Kochi ni 2年ijou mo ita kara, atarimae kana. Asuna. Gomen. Ayamaranai de.2 years. I think in the real world, barely a day has gone by. Because I remember in the anime, they mentioned at one point, 10 hours in the real world was like an equivalent to a year in this game, or in that world. So it'sBarely been a day since he's actually been in here. Arigato, Asuna. Alright, Silica, how you doing? Hontouni, yokatta desu. Mou Shirika ttara. Shirika, Riz. Futari mo kite kureta nda na.Kirito-san wa mezame nai shi, totuzen kyodai na kinone ga osotte kurashi de. Kirito wa chanto mezametan da kara, ochitsuki nasai yo, Shirika. Aratamete, okaeri, Kirito. Okaeri nasai, Kirito-san. Ah, tadaima.
と。長い睡眠でしたね、キリト。ユージオ、アリス。突然倒れたから心配したんだよ。ひょっとしたらもう目覚めないんじゃないかって。私はそこまで悲観していませんでしたよ。あなたは最高司祭様を倒した男なのですから。アリスだってキリトが倒れた時に動揺していたじゃないか。ユージオほどではありません。どうしたんだよ、ため息なんてついて。決まっておろう。お主が目覚めて安堵したのじゃ。聞かねばわからぬとは鈍感なことよ。それよりキリト、結果としてリアルワールドの住人と会えたのじゃ。コンソールを探した目的は果たさなくてよいのか。それよりあの木は一体何なんだ。自分のことよりもこの世界のことが心配とはお前らしいが、それについてはまずわしが調査する必要がある。お主は先に連絡を取ればどうじゃ。そうだ、俺は気候家さんと話そうとして。比嘉さんとなら話せるよ。今通信がつながっているから。比嘉さん、キリト君は無事に目覚めました。比嘉さん、どうしたんだ。あの木が現れて慌ただしくなる直前まで通信できていたんだけど、いつの間にか切れちゃったみたい。Oh, maybe the tree's interfering with our connection. それは変だ。俺が回復したことも確認できるはずだし、そう簡単に通信手段を出すとは思えない。キリト君と直接話をするために一時的に私との通信を切ったとか。もしくは通信できないような何かがリアルワールドで起きているか。いや、考えすぎかな。何せよこっちから確認する手段もないわけだけど。ちょっと待って、ログアウトはどうすればいいのかしら。外の世界で操作してもらわないとログアウトできないんですよね。強制的にログアウトする方法はあるけど、それはやめた方がいいわね。それじゃあラスの人がログアウトしてくれるまで待機するしかないってこと。 Yeah, there's no logging out in this game. ごめん、私がみんなの名前を菊岡さんに伝えたから。アスナが謝ることじゃないわ。事態を知っていたら自分から名乗りを上げていたでしょうし。そうですよ、ありがとうみんな。ではお主らはもうしばらくこの世界に滞在するのじゃな。はい、そうなります。まずは聖号騎士たちを探しませんか。カセドラルにいた人たちの無事も確認したいですし。そうじゃな。しかしその前に一つ確認したいことがある。キリト、一緒に来てくれんか。もちろん。どこ行くんだ。セントラルカセドラルを覆う木、なるべくあれに近づきたい。危険じゃないですか。それならばわしだけで向かう。皆は聖号騎士たちを探してくれ。いや、俺も行くよ。キリト、俺を連れて行くことに何か意味があるんだ。ああ、お主ならばおそらく。それじゃあ行こう、カーディナル。やはりジャガ、ハリエン。 What is it? カーディナル様、一体。キリトよ、感じぬか。あの木がまとう
まがまがしく強大なシーン。まさか。The Pontifex。何なんです、キリト。アドミニストレート。Okay, yeah. So she's still alive. What are you saying? Yes, I can feel it from that machine. The administrator's will. C. Hmm. Horrifying level of concentration. The man who carries that will is burning to the tree.しかし、最高司祭様は倒したはずです。そうでしょう。Yeah, I saw her turn into that, you know, that light that dead things turn into. ああ、そのはずだ。確かにこの手で倒したの。じゃあ真意が残っている以上、アドミニストレーターはまだこの世にいるということじゃ。奴がどういう状態で、どういう意図のもとに、あの木を生み出したかまでは、わからんがな。友情。また、アリスがアドミニストレーターの手に。もう一度、取り戻そう。そのためにはまた最上階に入らないとな。飛行術を使えば最上階に直接近づくことは可能じゃが、木が邪魔しておるからな。アドミニストレーターの真意をまとった木か。剣や術式がどれくらい通用するか試してみよう。そうじゃな。取り込み中っぽいけど、キリト君、ちょっといい？私たち、アンダーワールドの状況について、いまいちついていけていないというか。アドミニストレートというのは、一体何なんでしょうか？あ、そうか。それもそうだよな。説明ならわしの方が慣れておる。キリトにも散々話したからな。その間、キリトはユージョーやアリスと共に木について調べてきてくれんか。わかった。任せるよ。私たち三人で共に調査へ向かい、手を尽くしたものの、現時点で木は破壊不可能と判明。Impossible to destroy, eh? しかしユージョーが、木はギガスシダーと同じものだと気がつき、キリトはそれをカセドラルシダーと名付ける。It has a big old crystal on it, so maybe if we go after that. そして、セントラルカセドラルから修道女たちを避難させ終えたエルドリエと合流、対策本部へと向かった。騎士長、ただいま戻りました。おう、エルドリエ。と、ジョーちゃん、無事だったか？はい、おじさまや他の方々もご無事で何よりです。
死傷者が出なかったのは奇跡だな。それにお前ら二人も。どうも。ああ、お互い無事でよかった。He does not like us. ベルクーリさんも凍結を解除されたんだ。よかった。Probably because we killed Chu, whatever his name was. 寝起きなのは少年だけじゃなく、俺もだ。チューリケン？ボヤボヤとは捨てられねえ。The clown. We killed the clown, so probably undone his spell. エルドリエは随分と不満みてえだが。いや、そういうわけでは。悪いな。お前らの行動がどれだけ正しくとも、yeah, well, いつも敵対し、氷協会の秩序を壊されたのは事実だ。Rules are meant to be broken. お前らを認めない騎士も多いと思うが。もちろん分かっているさ。その上で正しいと思って行動したんだ。そうですね。キリトの言う通りです。話が早くて助かるぞ。ま、アリスの嬢ちゃんと分かり合えたんだ。他の騎士たちにもすぐに認めてもらえるだろう。とはいえ、面識のない騎士もいるだろうしな。この場で二人ほど紹介しておくか。Ooh, we're gonna meet the other knights. Oi, Shaita, Renly. Shaita and Renly. Shaita Shinsashis 12. Oh yeah, I recognize these ones from the anime.She is awesome. I really like Shaita's character. No, thank you. I know what that thing's capable of. Oh, was she? 同じ凍結中とはいえ、シェータと他の聖門騎士ではかけられていた術式が少し違っていたらしくてな。シェータだけは何とか目覚めさせることができたが、他の騎士はあの木と一緒に上空へ登っていっちまった。そうか。それでこっちは。レンリシンセス27です。This guy. I don't like him. I do not like his character. キリトです。よろしく。なんとかこいつ。どうかしたの？僕の顔に何かついてる？いや、なんでもないんだ。ただ君の雰囲気が俺の親友によく似ててさ。ちょっとキリト、初対面の人にいきなりそんなこと言うとびっくりされるよ。え、だってどう見てもお前に似てるじゃないか。目元とか優しそうな感じとか。そんなに似てるかな。僕よりレンリさんの方が雰囲気も顔立ちもなんだか洗練されてる感じがするけど。ユージオ、洗練されてるとか難しい言葉知ってるな。偉いぞ。それぐらい知ってるよ。一体僕を何だと思ってるんだい？親友。もう話の流れを止めるのはいい加減にしなさい。レンリ殿が困っているでしょう。ごめんなさいレンリ殿、あの二人はずっとあの調子なのです。どうか大目に見てやってはくれませんか。いえ、僕は大丈夫です。
アリス殿。こいつも教えたのように凍結されていたんだが、彼女よりも前にチュデルキンが覚醒させたみたいだぜ。 When was that? お前とユージを迎え撃つために戦王騎士を増やそうとしたんだ。 Oh, right. Good thing he didn't in time then. とはいえ、完全に覚醒するのが遅すぎました。目覚めた時には最高司祭様は亡くなられていましたから。いや、悪い。攻める気はないんだ。おそらく覚醒が間に合ったとしても、僕には。What do you mean? まあ、それぞれ思うことはあるだろうが、今はやめておく。He doesn't sound very confident for being an integrity knight. それで、そっちからの紹介はねえのか？いつの間にか随分と大所帯になっているみたいだが。Oh yeah.A bunch of girls showed up and everyone's just like, so, who are they? 彼女たちは俺の友達だよ。力を貸してくれるためにここへ来てもらったんだ。 Well, they're all a little bit more than friends, but two of them especially. One of them is definitely more than friends, and the other one's his sister, so...西方騎士をまとめているベルクーリだ。ジョーちゃんと一緒ってことは当然味方ってことだよな。ええ、もちろんです。そいつはよかった。こんな事態だからな、味方は多い方がいい。あと紹介すべき人は彼女だ。Oh, and Cardinal. Okay. How the hell are we going to explain Cardinal? Zuiben to fsonna mono ii jan no. Belkuri shinseshis wa. Masaka. Anta ga sou nano ka? Mou hitori no saikou shisai. Oh, he knows her? Tadashii ninshiki ja kara.わしの立場に関してもう少し気を使うべきじゃろうな。立場とは？ここにいるもの以外にアドミニストレートの使用取得しているのじゃろ。ああ、長期の睡眠に入ったと説明していた。ではわしが最高司祭を名乗るべきではないじゃろ。最高位の人物が二人いるというのあまりに不自然じゃ。まあ言われてみりゃそうだな。そこで当分はわしのことを最高司祭代理とでも呼ぶか。あんたはそれでいいのか。構わん。わしにあの女ほどの執着心はないのでな。これでひとまずの紹介は済んだかな。Well, he didn't like introduce the other four girls. Only Asuna introduced herself. 早速この事態についての議論を始めよう。もちろん突然現れたあの木についてだ。カセドラルシダ。カセドラルシダってのはあの木の名前か。なあ、近くまで行ってきたからな。お、なら聞かせてくれ。カセドラルシダーについて分かったこと。破壊が困難となると一体どのように対応すれば。地道ではあるが、起こる事態に対応しつつ原因を調査していくしかない。 Yeah, it's gotta have some kind of weakness. I still think of that giant ass crystalLike in the heart of it, but there could be some other kind of weaknesses. Flying dragon? Cassadora Shida が出現して最上階が空へ登っていく中で、
ヘリに乗った何者かが南帝国へ飛び立つのが目撃されたんだ。あお？飛竜に乗っていったってことは聖護騎士の誰かじゃないのか。いや、聖護騎士は全員揃っている。飛竜を奪ったのはカセドラルにいた俺も知らない誰かだ。聖護騎士だけが乗れる飛竜が奪われるなんて確かにありえないな。そっちは後回しだ。まずは王都の混乱を抑えよう。手を貸してくれるか。As much as I can. I mean, the hell can I do to calm the townsfolk? ああ、もちろん。突如現れたカセドラル次第によって王都は混乱の渦中にあった。俺たちは聖護騎士と共に対策本部を設立。その後は混乱を鎮めるための対応に追われることとなった。そして王都が以前のような落ち着きを取り戻す頃にはカセドラル師団の出現から数十日が経過していた。ベルクーリオ、聖護騎士の中からカセドラル師団の問題に対応する人員を避けるか。そいつは難しいかもな。本来の任務である果ての山脈の警護、それから四帝国の庫内軍を再編、再訓練する必要もある。暗黒界との戦争に備えて、じゃな。ああ、実戦経験のない庫内兵をそのまま戦争に送り出すわけにはいかねえからな。王都に常駐させる騎士も必要でしょう。今すぐカセドラルシダーの調査に回せるとしたら、ジョーちゃん、頼めるか。わかりました。よろしくお願いします、カーディナル様。心強い。カーディナル、俺とユージョにも手伝わせてくれよ。今度こそ彼女を取り戻すには、カセドラルシダーの問題を解決するしかないからね。私たちも力を貸します。ランスからの連絡がない以上ここに留まるしかありませんし、何よりキリト君をまた危ない目に遭わせるわけにはいきませんから。そうか、みんな助かるぞ。これだけの人数がいればひとまずなんとかなりそうだな。騎士長殿、どうした。魔獣が現れました。魔獣が？まったくこの状況で。騎士たちで対応できないのか。いえ、それが。What is it? 発見された魔獣はこれまで出現した魔獣とは異なる特徴でして。Okay, so it's something even the knights can't handle. 攻撃を仕掛ける前に状況を騎士長のお耳に入れておくべきかと思いまして。場所はどこじゃ？王都にほど近い南帝国の領地です。考えたくはないが、状況的にカセドラル氏だと。それなら早速俺たちで対応するよ。騎士たちは王都の混乱を鎮めるまで動けないだろ。 Sounds like a plan. キリト、くれぐれも気をつけるんじゃ。俺と勇者は聖護騎士になるため鍛錬に励んでいたが、禁忌を犯し、罪人としてセントラルカセドラルへと送られる。That was a while ago. そして記憶を失い、聖護騎士となったアリスと共に最上階へとたどり着き、冷酷な支配者、アドミニストレーションの大使、首都、like、の中、自らを剣に変えて、たった一人で彼女に立ち向かおうとした勇者。俺の手はどうにか親友に届き、激闘の末、二人の力を合わせ、アドミニストレーターをついに打ち倒した。だがその後、カセドラルシダーという謎の樹木が突如カセドラル全体を覆い、
塔の上層は天井に切り離されてしまう。またカセドラル師団はアドミニストレーターの真意をまとっており、俺たちは彼女の存在が未だ絶えていないと知る。そんな状況の最中、南帝国での魔獣目撃情報が舞い込み、俺たちは情報のあった場所に調査へ向かうこととなった。遅いです。もうあと少し遅ければ置いていくところだったよ。ごめんごめん。でも俺は知ってるぜ、ユージオ君もアリス君も俺を置いていったりしないってな。はあ、まったく。ほら早く行きますよ。ああ待ってくれ。何です？もう一度約束しようぜ。そうだね、やっぱり僕たちはいつだって3人一緒だよ。ああ、またここから始めるんだ。ほらアリスも。はい、誓いましょう。よし、それじゃあ改めて、俺たち3人は生まれた時から死ぬ時まで一緒だ。何があっても離れない約束だよ、キリト、アリス。ああ、All right, I'm back at the town. So, oh boy.What is going on? Recollections? Why is everything being added to recollections? You'll find the following in Kirito's tent. Kirito's bed. Rest until a time of your choice. Okay.If you bring a partner with you, you may end up having a very special experience. Hey! Gonna get paid. Alright. Ooh. You can perform the following at Kirito's desk. Character creator. So you can change Kirito's name and look. That's very akin to the other Sword Art games. Okay. The encyclopedia.Check over names and terms, the recollections. Recall events. Oh, from throughout the game. Tutorials, change difficulty, and enemy strength and drop rate is modified based on difficulty. Okay. Change character. In the character creator, you can change Kirito's name and appearance. The online name you set is the name that will appear in other players' games when they download your avatar. Oh, that's cool. You can download other people's avatars. Build trust with your allies. Yep. You can now find social points and initiate heart-to-heart conversations with your partner. Okay. Oh, this is back. Oh, no. This was in, Hollow Realization, I think that's what the game was called. And this was hard. Okay.
Level 3 is flustered, you can hold hands. And level 4 is excited, you can hold them in your arms. Ay. When your partner is truly happy to be with you, you can go somewhere more private. And then... oh boy. That's great. Dual wielding. If you don't mind, I am... Where's my other swords? I need a second sword. Okay. I'm curious. Coat of Midnight. Oh man, you can. You could just roll around in Kirito's original gear. I might. You know, I might. Armory clothes. I might. I am very tempted to. Screw it. Let's go. Hat? No hat. Apply changes. Got nothing there. Alright, Yu-Gi-Oh! Do you have anything new in Visualize? Oh, the Integrity Knight Yu-Gi-Oh! Look, I like that. Spirit Armor doesn't look too bad on him. But I might just have to go with the Integrity Knight look for him. There you go. And Alice, what have you got? Nothing special, just the DLC stuff, and that's her normal attire, right? Yeah. I have any accessories, skills, ooh, skill tree, do I have any points? I do have some points. And there's dual wielding. Alright, so let's have a look through this quickly and then I'll call it. Countless spikes. Starburst stream. I want it. Look at that power. Ooh. Damn. Starburst stream is like one of his more famous skills from one thingy. But I want that more. From Minecraft. I'm gonna save my points actually. I'm gonna buy that. Alright, so passive for Kirito. Let's get rid of that. HP plus 20%? Hell yeah. Give that to everyone. Where is it? There it is. Sturdy body. Alright. No, not defense. Not that. Yeah, that one. Alright. So, Kirito's tent. Can I alter my party from here? Not yet. I've got Alice and Yu-Gi-Oh in my party.
Oh, I can add the others. Sin on you with me. Alright, but I think that's going to be it for me today. I hope you guys enjoyed and look forward to next time, because it's going to be all new stuff, because we are diverting quite heavily from the anime now, which is awesome to say the least. So thank you all for joining me, and I will see you guys next time on more Sword Art Online Alicization, or Alicization Licorice rather. Till then everyone, take care.